トーレ・アンドレ・フローは、ノルウェー・ソグン・オフ・オーラ・ネケンストリン出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションは FW。兄のヨーステイン・フロー、いとこのホーバル・フローも、元ノルウェー代表。1998フィーファワールドカップでは3人、揃って出場した。1994年に、ソグナルフットボールで、プロデビューをする。 1995年トロムセに加入すると得点を量産、翌年 SK ブラに加入後も40試合28得点を記録。この活躍により、プレミアリーグチェルシー FC へ移籍をした。1997年、チェルシーへ移籍、1年目でレギュラーを獲得し15ゴールを記録、リーグカップと UEFA カップビィーナーズカップの獲得に貢献。 1999から2000シーズンには19ゴールを挙げチェルシーの FA カップ優勝と CL ベスト8入りに貢献した。スーパーサブとして使われることも多かったが、チェルシーではジャンフランコゾラとのコンビで活躍した。その後、ジミー・フロイド・ハッセルバインクの加入により、ベンチが多くなり、移籍を求めた。2001年より、スコットランドのレンジャーズへ、 クラブ最高額の1200万ポンドで移籍した。レンジャーズでは得点こそ取っていたものの、成功したとは言えず、2002年よりプレミア復帰を果たしたが、サンダーランド AFC では自身の不調もありチームは降格した。その後、イタリアの a c c エナ、母国のボレレンガフォトバルを経て、2007年の1月に元チームメイトのデニス・ワイズが監督を務めるリーズへ移籍するが、 フロは怪我で、ほとんど出場できず、リーズはサンブリーグに降格した。現役晩年は、母国のソグナルフットボールへ復帰し引退。引退後は、フルスのチェルシーでアカデミーコーチを務め、若手の育成に励んでいる。ありがとうございます。